にちは。プラリオチャンネルではなんとなく気になったものや身近にあるものを実際に手に取って紹介していきます。今日はこちら、ホフナーのバイオリンベースです。ホフナーの特徴なんですが、まず一番にとても本体が軽いです。操作しやすいのと、ちっちゃいので女の人も使いやすいかなと思います。安いホフナーですと、ここにストラップが通りません。高いやつだとここが開いていて、ストラップが巻けるようになっています。ショートスケールのベースなので、弦を張るときに注意が必要です。ブリッジは固定されていないので、弦を張り替えるとき取れてしまいます。